本番を迎えるにあたってのなんか、はい、後で聞いた方がいいですかね。お願いできますか。後ほどじゃあ改めて、改めて。すいません、私はもうこの岡部智先生に一生ついていくっていうのはずっと決めています。岡部智先生が私に運動の大切さとか楽しさとか体の大事さとか教えてくださったんで、岡部智先生がやっていいよって言ってくれたら、やりなって言ってくれたらやります。ありがとうございます。